代わっては交通事故を考える杉本さんです。はい、3日後の来週18日月曜日は敬老の日です。はい、今回はですね、高齢者の交通事故を防ぐために手軽に今すぐできることをお伝えします。県内では先月末までに1347件の人身事故が発生していまして、はい、このうち65歳以上の高齢者が関係する人身事故は563件となっています。はい、残念なことに高齢者の死者も多くて、65歳以上の死者は19人と死者全体の 68% を占めていて、このうち5人が高齢者同士の事故で亡くなっています。はい、高齢者の命を守るためにあなたができることは、こちら愛媛の高齢者事故の傾向を踏まえながら、ピカピカ、はい、そして晴れ晴れ、こぐえぼ、この3つの視点で考えます。去年1年間に交通事故で亡くなった65歳以上の高齢者31人のうち、歩いて道路を横断中に亡くなった人は15人。このうち10人が横断歩道以外の場所を横断していました。そこで県警が呼びかけるのが、高齢者交通事故防止参加条。その1は、焦りは禁物、急がば回れ横断歩道。少し遠回りでもですね、道路を横断するときは必ず横断歩道を利用していただいて、手を挙げて横断の意思をですね、示して安全を確認をして横断していただきたいと思います。その2は、気をつけよう、家の近所に落とし穴。そして最後に、身につけよう、夜道に光る反射材。こちらは反射タスキの見え方を検証した動画。車のロービームが届く範囲とされる40メートルの距離で撮影しています。反射タスキの有無で見え方が全く違います。去年1年間で夜間歩行中に事故に遭った高齢者は49人。このうち 96% にあたる47人が反射材を身につけていませんでした。ドライバーにいち早く発見してもらうためにもですね、反射材を身につけていただいたり、明るい服装をしていただいたり、またライトを持っていただいたりということで、目立つ格好をしていただきたいと思います。ところで、反射材といえばこういった黄色ですとか白いものが多いと思うんですけれども、最近は身につけやすい反射材が増えているんです。こちら全部反射材ですね。はい、暗くなるのが早くなってきましたので、今はこちらに陳列しております。こちらのホームセンターでは、日没が早くなる秋冬シーズンは反射グッズを目立つ場所に陳列。販売する反射グッズはここ数年で2倍ほど増え、現在およそ200種類を取り扱っています。ピンク色のアームバンドに、好きな形に切って使えるシート型のものなど、色や形は様々。なんと黒ですか。黒が反射テープを目立たせたくないっていうものに貼り付けるものになります。黒い反射材、黒いカバンやヘルメットに貼っても昼間は目立たず、夜は白く光る。反射材になる日用品も、帽子とこの縁が反射材になっています。ネズミ色の部分が、はい、光る傘に、まさかのソーラーパネルがここについて、太陽光で蓄電してつばについたライトが光るキャップ、さらに光る折り紙に光るネクタイ。日本反射材普及協会が性能の高い優良製品として認めた反射グッズです。
交通事故総合分析センターの資料によると、高齢者の平均的な歩行速度は毎秒 1.27メートル、片側1車線、幅員9メートルの道路を横断する場合、およそ8秒かかります。認知機能や身体機能が衰える高齢者に対し、周囲の人ができることは、普段何気なく走っている道路であってもですね、前をしっかり見ていただいて、当然速度も落としていただいてですね、安全確認をして走っていただきたいと思います。高齢者の家族の方はですね、何かちょっと運転に不安だなと感じましたら、まあ、安全運転相談窓口であるシャープ8080、ちょっとシャープ晴れ晴れですねに相談していただけたらなと思います。運転中ヒヤッとしたことがある、免許返納を検討しているがその後の生活が不安など、高齢者の運転に関する相談を受け付ける専用ダイヤル、運転免許センターの安全運転支援係が対応します。そして最後に、高齢ドライバー本人ができること、それは認知機能や身体能力の低下を自覚することです。今週火曜、愛媛ダイハツ販売大津店に集まったのは65歳以上のドライバー6人。車屋さんですが、皆さんが向き合うのはタブレット。体操も専用のシステムを使って車の運転には欠かせない認知機能や身体機能をチェックしているのです。愛媛ダイハツ販売が高齢者の安全運転に貢献しようと、県外の企業などと協力して今年度始めた新たな取り組みです。自動車事故を減らすのも一つですし、でやっぱりこういうやっぱり地域なので、やっぱり自動1日でもやはり長く運転していただくような取り組みをしたいと思って、こういうことを始めて、はい、やっております。体験コーナーは松山市の久米店に常設されていますが、この日は南予の高齢者向けに体験会が開かれました。はい、ではゲームのスタートになります。こちらは1回5分、空間認識力、記憶力、注意力など5種類の認知機能を計測する脳体力トレーナー、コグエボ。でこの真ん中の絵と同じものはどれですかっていうのを、こういう感じでキット選ぶような、はい、そういったゲームになります。ライトが光る順番を覚えてタップしたり、ゴールを目指して数字を順番につなげたりする脳活ゲーム。運転をする前にどこそこに何時ぐらいに行くとか、はい、そういったところを確認する。コグエボの後は計測結果をもとに苦手な分野を鍛える運動ゲームです。的当てや巻き割りなど、全身を使うゲームでセンサーが体の動きを読み取ります。そうです、そうです、これでちょっと肩がほぐれていくので、そうです、そうです。やっぱり順々認識のも落ちてくるので、気をつけて運転しないかなとか思います。やっぱりあれもテストもそんなに満点ではなかったので、自分では今まで全然認識してなかったんで、ああすごく良かったなって思いますね。はい、何が欠けてるかが分かったんで。そしてこの日は安全サポートカーに搭載された自動ブレーキやブレーキとアクセルの踏み間違いを防止する機能の体験コーナーも。あ、こんなにして止まるの。はい、こんな形でございます。こんなになったことはないね、はい、私のもついてるって言われたんだけど、なんかそれが全然使ったことなくて、あーこういうことだったんだっていうのが今分かって、はい、すごくちょっと
ちょこっと安心しましたね。体験していただいて自分の今の認知機能のまあレベルであったりとかっていうのを把握していただけたらと思っておりますので、はい、ぜひ体験している方はぜひお越しください。高齢者を事故から守るために自分に今すぐできることから始めてみませんか。